さあいよいよ11月シリーズメンバー発表。リアルタイム編集で見ていきましょう。古橋復帰って記事が出てるな。ってことは、まあ発表会見直前にはメンバーリスト渡されてるでしょうしね。会見スタート。記事の方でメンバー全部出てるな。キーパー大迫、谷、ザイオン、ディフェンス長友、谷口、板倉、町田、橋岡、瀬古、菅原、高井。ミッドフィルダー、フォワード遠藤、伊藤、南野、古橋、森田、大橋、鎌田、三笘、小川、前田、旗手、堂安、田中、中村、久保、藤田。当然ながら手堅いメンバー。橋岡が呼ばれたのとやっぱり古橋が注目かな。質問始まったからそこ行こう。上田の離脱で古橋が復帰。どこに評価して選んだか。もう一つがワールドカップ出場枠が広がった影響について。まずは古橋から。常にセルティックの試合を見て確認した中で結果を残してきた。上田の離脱だからというわけではなく普段からチェックして選ぶべき選手として選んだ。ゴール前の良さを出してもらいたい。得点そして起点、前線からの守備を求めていく。枠拡大の影響については、これまでは夢の舞台で届かなかったチームが現実的になりこれまでのインドネシアではない。インドネシアはもともと熱狂的なサッカー文化。そして帰化政策をしてることでそのほとんどがヨーロッパで活躍してる。さらに強くなっていて厳しい戦いになる。対戦する2チームをどう分析してるか。そしてインドネシアの監督は日本嫌いで知られてるがアジアカップでは親しげにしていたがどんな話をしたか。面白い質問するわね。日本嫌いで知られてる、確かにそうだけど。まず2チームの印象から。インドネシアは堅守速攻もできれば前から激しいプレスからゴールに向かうこともできる。これだと決めつけてはいけない。帰化選手もどんどん増えてるしその選手を生かす戦術にするなどプラスにしてきてるから決めつけてはいけない。これはインドネシアに限らずそうよね。対日本では今までとは相手もやり方を変えてきてるし、こうだと決めつけるのはかなり危険。この局面では上回っていきたい。シンテヨン監督との話については、これ森保監督から見た印象について話してるな。どんな会話したのか？って質問なんだけどね。それと2チームについて聞かれたのに中国忘れてるのくさ。連続で2つ質問を続けるからだよ。この辺質問の数とか制限すればいいのに。あーでも、素晴らしいことをやってますねみたいな話はしたと言ってるわね。2人に質問。山本 ND と森保監督にだな。まず1つ目、スタジアム入りが遅れた件があったがどう調整してるのか、そして選考基準について。オーストラリアが遅れたやつね。いろんな事情がある。交通事情、事故があり間に合わなかった。海外ではそこをしっかりやられてるし、サポート体制は今後しっかりやっていかなければならない。長年の課題として取り組んでいる。ポリスエスコートが大事と言ってるわね。そして選考基準について、どこでプレイしてるからと一概にランク付けはできない。リーグランキングはあくまでも一つの目安。総合的に判断してる。メンバー固定について、迷いや議論はあったのか。いつも議論してるし、毎回悩んでいるが、与えられた時間の中でこれが最適だと答えを出してる。ここまでの最終予選はメンバーは多く変わってないのは確か。それがベストでより可能性高まるから。パターンは何パターンか考えてる。睡眠について、ローテーションで大事にしてることなど、いろんなデータを駆使して最善にやる。ただ、データだけ見るとわからない部分も出てくる。前回のオーストラリア戦はオーラリングのデータがおかしく出た。そこに早く気づいて対処できた。なんかもうメンバーにほとんど変化がないからか、メンバー発表とは違う質問になっちゃってるような。森保監督の睡眠についても質問してるし。まあ確かにメンバー固定されてきてるけど、もう少し古橋について触れるとかしてもいいと思うんだけどな。上田がいない中での戦い方について、これまで軸となった選手が抜けてどうするか。チームとしての戦い方はフォワードのタイプだと上田や小川、大橋、前田。タイプ別に分かれる。一番得意なことは変わってくるがチームとしては変わらない。ボールを奪ってからゴールに向かう、配球するというのは誰が出ても共通。小川も上田と似てるようで実は違う部分もあるなど色々あるが、相手の背後を取る、配球する。個人ではタイプの違いはあるがチームとしてやることは共通。インドネシア戦が1日ずれたがこの辺の影響はどうか。コンディション面などについて、その分長くトレーニングできるのはありがたい。現地のコンディションに慣れるのに日本からでも欧州からでも気候などにかなり違いがある。戦術的な部分でも練習やミーティングの回数が多く取れる。実はインドネシア戦の開催が1日ずれたのよね。アウェイということを考えるとインドネシア戦はプラスの面が大きいかもね。その分中国戦どうなんだ？ってのはあるかもだけど距離的に近いからね。山本 ND に質問。帰化選手について何人いるか把握、分析しているか。もちろん嫌味ではないが、森保監督に情報を渡せてるか。
ダイクス選手は絶対に出場しないのか？コペンハーゲンの選手ね。帰化が間に合ってるけどメンバーには含まれてない。けど、怪我人が出たからそこで代役として招集されるのが濃厚。サウジ戦は確実に間に合うみたいだけど、日本戦はどうか？って質問ね。帰化選手把握してるか？については山本さんうまいこと逃げたな。分析官が把握してるとのことだ。それはうまいこと逃げたんだろうか。私は把握してませんって言っちゃった。山本さん毎回ぶっちゃけすぎ。こっちが何言っちゃうかドキドキするわ。そして質問の答え忘れ。そのインドネシア戦からの中国戦について。通常中4日だが、今回は中3日になるということでそこは逆に準備期間が短くなるのはあるが、その分1戦目で広く共有することが大事。そこでのコンディション調整が2戦目に向けて大事になる。JFA のサポートで今回もチャーター機ですぐに移動できるようになってる。今回は選手をどう休ませるか？という部分で今回は試合後すぐに移動せず、休んでから移動することを選択した。ここも重要だよな。移動前に休むのか、移動してから休むのか。永遠の問題よね。どっちが正しいかってやってみないとわからない。インドネシアについて、上位相手に引き分けに持ち込んでるがどのように考えてるか。中国戦を来年に向けてどう終えたいか。オーストラリア戦の時は支配しつつ先制点が奪えず失点していた。インドネシア戦も同じくゴールにつなげる回数というのを成長改善できるようにトライしていく。相手が守りを固めても勝てるようにしないといけないというのはオーストラリア戦で改めて感じた。同じシチュエーションになった時に決定的なチャンスをどう作っていくか、しっかり得点して無失点でいけるように。ただ、アグレッシブに来る可能性もある。そしてやはりサポーターについて触れてるわね。あの熱狂的なサポーターやばいからな。そして来年に向けて、厳しいと思うが2連勝してアジア最終予選突破するために確実に前進できるように、全力を尽くしたい。古橋について、クラブでは活躍してるが代表ではそこまで活躍できていないことについてと、彼を生かすためにどう考えてるか、裏への動きを生かしたい。彼を生かすにはより攻撃の時間を長くする必要がある。そこでギリギリの駆け引きができるようにする。最後の質問。メンバー表を見た時に初選出がいない。盤石なメンバーとポジティブと感じたと同時に J から活躍した選手が選ばれてないネガティブな印象もあるがどうか。それぞれ推しの選手があると思う。次の試合に向けてベストなメンバーということで国内外見た中でどこの国だからではなく世界的な競争の中で選んでる。ネガティブは一つもない。ではみんなの反応を見ながら私たちの感想も同時に行きましょうかね。上田が負傷している今、クラブでの成績を考えれば古橋の招集は妥当じゃないかな。あとは布陣がどうなるか。スタメンをガラッと変えるのは難しいかもしれないが、余裕を持った展開になってきたら新戦力を起用してほしいところ。藤田ジョエル千葉の A 代表でのプレーを見てみたいがどうなるか。個人的には古橋招集は意外だったんだよな。もちろんリストにはあると思ってたが、優先順位は高くないのかなと。町野とかそっちが呼ばれると思ってた。嬉しいサプライズだ。そう思ってた人は多そうよね。そして藤田。スタメンは難しいと思うけど、対戦相手を考えると展開次第では十分出場が考えられるわよね。なんだかんだボランチというよりは、遠藤の代役、問題があるからね。期待してる。古橋はプレイスタイル的に、森安の優先順位は高くないんだろうけど、継続的にクラブでも結果を残してるし、このチャンスを生かして自分の価値を結果で示してほしい。なんだかんだ継続的に活躍してるフォワードって多くないからな。そうなのよね。序盤こそ得点量産してたけど、その後、で選手かなり多いから、古橋はそこがすごいと思う。リーグレベルとか色々言われるけどね。試合展開にもよるが、藤田なんかも使ってほしいな。古橋は結果出して監督を悩ませてほしい。おそらくスタメンは小川になるかなぁとは思うけど、必ず途中出場でもチャンスあると思うから本当に今回チャンスだよな。最後のチャンスくらいの気持ちで頑張ってほしい。今回結果出せないと厳しいからね。頑張ってほしい。今シリーズは国内での試合はないのね。残念です。2試合ともアウェイなら TV 中継ないか。実は今回地上波放送はないけど、ダゾーンで2試合無料開放。しかも登録不要となっております。共に21時からだし応援しようぜ。今回のメンバーはやっぱり上田離脱でその分誰を招集するか？ってとこでいつも話題になる古橋が呼ばれた。そこは嬉しいサプライズだったわね。あとはスタメンがどうなるか。メンバー的には変化がほとんどなくて反応に困るけど、アジア最終予選だからな。今抜け出してるし、この11月しっかり勝って早々に突破を決めてワールドカップに向けたチーム作りができるようにしたいな。そうすれば新戦力とかも呼ばれるだろうし。そうね。みんなは今回のメンバーどう感じたかしら。高評価とチャンネル登録ついでにコメ欄で意見を聞かせてね。それではまた次回。戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。
空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。